ビギナーランニングマガジンへようこそ。乾草橋仁真です。今回は12月30日に行われます富士山女子駅伝こちらについて紹介したいと思います。 えー、いよいよ、えー、今年2020年ラストの駅伝、えー、富士山駅伝ですけれどもなんといってもですね富士宮の宣言大社からスタートする、えー、バックが富士山ということで僕もね、えー、伺ったことがありますがもう目の前にはね富士宮焼きそばが、えー、名物売っておりますけれどもそういったこう素晴らしいね、えー、風景のところからスタートするとね、えー、これもさまあ圧巻というしかないぐらいですね。 ただですね、今回の、えー、富士山駅伝に関しては、実業団も含めて女子の中では最長の43.4キロを7区間で助けを渡すというレースになっていきます。まあ、従ってちょっとレース展開としては長くなってくるということですね。そして何と言っても、5区は最長の10.5キロ、えー、そして最終区、これが難関ですが、 4.3ですけど高低差4 6キロ中1 6 9メー,ター上るというね、えー、過酷なコースになってきますのでまあ通常だとここで、えー、レース展開変わるなんて言いたいところなんですがまあ実際はこう、えーえー、参考にしておきたいのが10月30日に行われました全国大学女子体育簿駅伝の結果ですね。な,なんと言っても 名城大学が圧倒的な勝利ということで六連覇中ということです。で二位が立命館、三位が大阪学院大学、そして四位が大東文化、五位が拓殖大学という流れになっています。そう考えてくると例年ですね大東文化が昨年も二位になってくるのでそのあたりが上位を占めていく可能性が高くなってくるんですが、なんといっても名、ね、城の画乗を崩すってなってくると逆に言うと名城が何だかね。 ちょっとこけてくれない限りは非常に難しい展開ですがぜひです、ね、上位校にも、えー、優勝に肉薄するような形をとってもらえばと思いますでその中でもやはりですね聖衣ラ選手を率いる拓殖大学に、まあ、注目が集まってくるのではないかなとで先ほど言った最長区間に走るのではないかと予想されていきます、まあ、したがってそこでどの辺まで順位を上げられるかというのも勝負どころかなと思っていますね。 まあ、とはいうものの戦力的には圧倒的な名城大学ということになってきますね。なんといってもですねもう実業団が決まっています3選手小林選手、そして山本選手、新井選手準実業団が3人入っているということですでにですねここら辺のダントツな選手層なのかなと。 えー、思ってならならいですねでそれに加えて昨年ですね、えー、仙台育英で優勝に導いた米澤選手が、えー、加入ということで盤石な婦人と言っても過言ではないでしょうかねですので一区でも独走ということも考えられるかなと、まあ、前回の10月の時もそうだったんですけれどもやはり強さが引き立つという形ですが、まあ、そんなことでですね、えー、いい天気の中こう走ってもらえればなと思っています。 ま、12月30日ですね、えー、スタート10時ということでフジテレビ系列で放送されるということで年末のバタバタした中ですけれどもお正月の駅伝と、ね、同じように楽しんでもらえると、ねえまあ、ランニング関係的にはすごくありがたいところかなと思っています。えー、ぜひ、まあ 名城だけではなくて他の大学もぜひ全力で応援していただければなと思いますこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想をお聞かせくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします